こんにちは、メンタルエステスクール手相講師の浅野です。今日はマイナーラインのビアラシビアについてご説明いたします。ビアラシビアっていうのはこの手のひら の, この下の方に出てくる横線なんですけれども、これ宝珠線と言いまして、束縛を嫌う奔放さですとか、あとは不節制ですね。ちょっとお疲れの方にはここに出てきてしまいますね。あまりはっきり出ているのは良くない印なので、健康状態をここで見ることができます。あとビアラシビア入ってるでしょうか、ちょっと確認してみてください。もし入っていたら体を十分休めるようにしてくださいね。以上です。もっと詳しく知りたい方はこちらまで検索お願いします。